おととい21日から30日までは秋の全国交通安全運動の実施期間です。中野警察署では運動初日に交通安全パレードを実施、署員が交通事故ゼロへの気持ちを一つにしました。パレードは白バイを先頭にカラーガード隊、警視庁音楽隊などが中野署の仮庁舎を出発、地域の町会などと連携してドライバーや歩行者、自転車に対し徹底した交通事故防止を呼びかけていきました。中野警察署管内での交通事故の発生件数は今年に入り204件で、去年の同じ時期に比べ40件減少しています。しかし事故による死亡者は前の年より1人増えて2人に、そのうち1件は自転車と歩行者によるもので歩行者が亡くなっています。マナーを守って交通安全に努めましょう。